思います。家族のようなチームってすごいとっても素敵ですよね。私自身が最年長なんですけど、自分から、学生に話しかけたり、学生が話しかけやすいような雰囲気を作るようにして、コミュニケーションがそれスムーズに取れるように意識しています。今年のチームの目標は、現在所属している九州リーグ2部で優勝することと、ジムに自動昇格することです。8チーム中現在1位です。8チーム中今現在1位、かなり大きな拍手ありがとうございます。これは皆さんの声援ももっと必要ということですよね。今後、はい、自動昇格のためには私たちにはもう勝ちしか許されない状況なので、チーム全員で勝ち点3を取りに行きます。応援よろしくお願いします。皆さん本当によろしくお願いいたします。今日は貴重な機会をいただいて、たくさんの方々にレディースを知ってもらえたと思います。女子サッカーの魅力であったり、私たちレディースのサッカーをたくさんの方に見てもらいたいので、ぜひ会場で応援よろしくお願いします。そしてベルスポー大分を一緒に盛り上げていきましょう。はい、選手の皆さんにも今一度大きな拍手をお願いします。ここまではベルスポー大分レディースの選手の皆さんでした。ありがとうございます。アリさん、レディースあれなんですよ、 SNS もね充実してるんでね、ぜひ皆さんベルスポー大分レディースで、ね、ぜひ登録いろいろとやってますから、皆さん応援よろしくお願いします。 SNS もね、皆さんチェックしていただきたいですね。年齢層幅広くこれからの活躍を期待します。チャンネル登録マッチョン兼